ダンディー・ユナイテッド FC は、スコットランド東部の都市ダンディーを本拠地とする、サッカークラブチーム。1909年、ダンディハイワーニアンとして創設。1923年に、現在の名称となった。1982から1983シーズンに、リーグ優勝を果たしている。1983から84シーズンの、 UEFA チャンピオンズカップでは1回戦で、ハンランスパルトンズ、2回戦で、スタンダールリエージュ、3回戦で、SK ラピードウィンを倒して、準決勝に進出したが、準決勝で AS ローマに2試合合計2-3で敗れた。1986から87シーズンの UEFA カップでは、決勝で、イフックヨーテボリに敗れた。ホームアウェイで行われた決勝の、 タナディスパークで行われた試合後にダンディーユナイテッドのファン全員が席から立ち上がり優勝したヨーテボリのイレブンに盛大な拍手を送った。このことが評価され、同年から創設されたフィファフェアプレイ賞にダンディーユナイテッドのファンが選出された。ナシルイス25とシュニー8スコッピー3エジェングレ、14ロブソン17アラーディス18ブリエルス。 20スタントン12フレーザー10マクマラン7キング11中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく括弧内の国旗はその他の保有国籍を星印は EU 圏外選手を示す中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく中選手の国籍表記は FIFA の定めた 代表資格ルールに基づく、ありがとうございます。